ディズニータウンではまだ4個の宝箱が やってみましょう。マスターが撃たれたそうよ。ああ、知っている。俺がゼアノートに手を貸してしまったんだ。マスターがベンを消そうとした。だから俺はベンを守るために戦った。しかし、それは全てゼアノートの策略だったんだ。俺の中の闇を目覚めさせるために。俺を心配し、お前に負わせたマスターは、やはり間違っていなかった。この後始末は、自分でつける。憎しみや怒りは闇を生む。あなたが闇に落ちて戦うようなことになれば、それはまたゼアノートの策略のうち。それではマスターの思いに応えられないわ、テラ。ゼアノートは俺とバニタスを戦わせてキーブレードを生み出そうとした。マスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って俺を消そうとしたんだ。キーブレード？キーブレードが何なのかはわからない。でも俺の心が怖がってる、キーブレードが生まれることを。大丈夫だ。俺たちがベンの心を怖がらせたりしない。俺バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうな
なってしまったら。だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。俺がそんなことはさせない。友達だから頼みたいんだ。俺を消してくれ。かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸をこの地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。多くのキーブレード使いがこの地で消えた。ただ一つの鍵を求めて今こそ私は手に入れる。キーブレード。大丈夫。